皆さんもお風呂は入りましたかここは眠れない皆さんが集まるカフェシーパルシープです入店条件はお風呂に入っていることだけ本日も一日を終え頑張ったお客さんたちでにぎわっていますということでまだ起きている皆さん入店ありがとうございますシーパルシープのお時間ですラジオの電波は FM79.7MHz アプリはリスンラジオ マメッセージは「のんのん ig.gmail.com」「non/nig」数字の q‐gmail.com」までお待ちしておりますそれではお時間まで私のんのおしゃべりに皆さんお付き合いください 皆さんこんばんはシーパルシープのオーナーののんですということで第3夜始まりましたイェーイ第1夜第2夜ともう早いことで終わりましてで第3夜ですね今日から今日からというか今日は <laughs> 私あのオープニングですねにですね皆さんもうお風呂入りましたかっていうので始まるんですけどオープニングは第1回 第2回はえっとまあこの放送ゼミは全部収録放送なので、まあ、私自身はまだ今からお風呂に入るよって感じだったけど今日はちょっと結構深夜に撮ってて <laughs> お風呂に入った後なので皆さんと同じ状況で喋れるかなと思うんですけど、えっと、私本日ちょっと印象しましたので <laughs> ちょっとテンションがいつと違うかもしれないけど皆さんついてきて くださいよろしくお願いしますで第1夜と第2夜は私がそのテーマをね発表する前に撮っちゃったので収録をメールは募集してなかったんですけど今回からメールは募集し,してたんですけど0件なので今日は私が一人で喋ります <laughs> 皆さんよかったらねそうだ前回からあの 番組の最後、はい、エンディングに、来週のテーマも、テーマというか、本日の、ノんの、のんの本日のおすすめも、まあ、発表するので、皆さん、メールアドレス、non、nonig、数字の q ットマーク gmail.com までお待ちしております。はい、じゃあ、早速、第3夜ののんの本日のおすすめは、 じゃ,ららららじゃーん子どもの頃の話第一夜の自己紹介あ第一夜ののんの,の本日のおすすめ一番最初ののんの本日のおすすめは自己紹介だったんですけどその続きみたいな感じで私の子どもの頃の話をしようかなと思いましたまだ3回目なのでね私のことを知らない方も たくさんいると思うので、じゃあ、そうだね。第1話、第1夜の復習から行きましょうか。まず私は FM コザと FM 技能で、えっと、パーソナリティ、間、まあ、違えました。パーソナリティじゃない。<laughs> スタッフをやっております。で、普段は、スタッフは、えっと、バイトでスタッフしてるんですけど、普段は学生と、 あとアイデリックリリククってていうバンドのギターボーボカルをしております FM コザは不定期でいます。FM 技能は毎週土曜日に山内さんと私で番組を回していますので皆さんよかったら聴いてくださいねっていう感じですねざっくりと復習をこんな感じですかね。 じゃあ早速私の子供の頃の話なんですけどまずどういった子供だったかなというと結構おてんばな,なんか内気だけどおてんばな感じの子だったと思いますはいでなんであまあ、おてんばエピソード結果何個かあってまず私えっと 歯並びが今とてつもなく悪いんですけど本当に多分まだ日本にいるから生きていけるレベルなんだけど多分外骨,骸骨じゃない <laughs> 外国とかに行った本当にもういじめの対象に合うんじゃないかなくらいの歯並びの悪さであのまあ刃は多分遺伝お父さんかなお母さんもだったかなあんまり覚えてないけど <laughs> 父か母はどっちかな 遺伝で。まあ、それは、まあ、もとなんですけど、前、前歯が。ちょっとガタガタな理由が、子供の頃。三歳か、四歳か、五歳くらいに、の時に。あの、歯を、折っちゃって、自分で <laughs>。折っちゃったんです。あの、私ずっと子供の頃から、今もなんですけど、パズルをするのがすごく好きで。あの、パズルって言っても、あの。 結構今は 1000, 1,000ピースくらいの結構でかいパズルとかもしたりでもまあ子どもの頃も多分その年齢にしては結構難しめのパズルをやったりしててすごいそんなパズルが好きな子だったんですけどパズルをやっててですね結構できているパズル多分8割くらいできているパズルがあって。 それを飛び越えようとしたら、その着地の先に、あのー、タンスが、洋服を入れているタンスがあってですね、私はもう運動神経が激悪なので、とても運動は苦手な方なので、あのー、やっぱその頃から運動神経はなかったんでしょうね、とても。はい。あの、ジャンプした先に、タンスがあって、歯が折れるっていう。 折れたのか全部抜けたのかわかんないけど多分折れたのかなでもなんかあんまり痛かった記憶がなくてその頃母もい自宅にいたんですけど一緒にで多分なんかお友達か誰かとお電話をしててそして <laughs>「さあお母さん歯抜けたんだけど <laughs>」みたいな <laughs> こんな本当に軽いノリでちょっと母に報告してもうまあもちろんねお母さんなので。 心配してとても驚いてたんですけど当、まあの本人はそんなえなんか抜けたんだけどくらいの <laughs> ノリでお <laughs> 電話でしたね。あとはまあ同じような話なんですけどあの私の祖父の祖母と祖父の家にピアノがあってでその上に。 いろいろぬいぐるみとかが飾られてたんですけどそれをなんか親戚が内地からいっぱい来た時に私が多分テンション上がってもうなんか撮りたいみたいな <laughs> それもなんか5歳くらいだったかな歯を折るのが先だった気がするんだけどでなんかピアノの椅子に登ってで結局落ちちゃって <laughs> で足の指 親指をの皮膚をちょっと病院で麻酔をなしで塗ったりとかまあなんか怪我ばっかり骨折はなんか中学校の部活で骨折一歩手前くらいまで行ったかなくらいでまあ骨折は幸いにしたことないんですけど、まあ、怪我ばっかりの本当に。 子供でしたね今考えると恐ろしい <laughs> なんか本当に心配をたくさんかけたなと思っています <laughs> はい足の爪爪じゃない皮膚はねもうなんか結構跡が消えてきて何にも気にしてないんですけどまあ歯はいつか矯正したいなとか 思いますね。なんか、弟がいるんですけど、私は5歳のかわいいちっちゃい弟がいるんですけど、その、その子を保育園に迎えに行ったりするんですね。その時とかにやっぱ、子供は、の、子供のちっちゃい子は、子供のちっちゃい子じゃない、子供は、やっぱり、なんか、純粋に聞いてくるんですよ。歯、歯はなんか、 変だねみたいな <laughs> やっぱその純粋さと裏純粋さの裏にやっぱその残酷さがあるなって <laughs> 最近痛感してよりその強制したいなと思っているところでございますはい。<laughs> はい。それでは、じゃあコーナーの方に移ります。本日の店内 BGM。このコーナーでは私の好きなアーティストや最近注目しているアーティストを紹介したり、私の最近の音楽,音楽活動のお話をするコーナーです。早速、じゃあ本日の店内 BGM を紹介します。ギ南ボーイズさんで夢で会えたら、 夢でで会えたたらお楽ししみいいだけていますでしょうかそれではまずギンナン・ボイドさんについて軽くご紹介いたします2003年1月に全身バンドのゴ,イゴーイング・ステディえっとゴイステイですねさんの劉海さんがギターボーカルの峰田和信さんが新たに結成したバンドで現在はえっとバンドのメンバーとしては峰田さんだけでの活動をしているみたいですね はい、じゃあ私があ今回何でじゃあギンナンボーイズさんを紹介しようと思ったかというとまずね本当はギンナンボーイズさんは私のバンど,んなどんなバンドを普段好きかっていうのはなんか結構何個かいっぱい紹介した後で紹介しようと思ってたバンドなんですなぜならあのいつも結構ギンナンボーイズ好きなんだよねとか言ったら結構 あの意,外意外だねって言われることが多いので、まあ、ちょっとあとに撮っとこうかなっていう気持ちでいたんですけど、まあ、なんとですねあの今週の「オールナイトニッポンゼロあのちゃんの「オールナイトニッポンゼロで峰田さんがゲストで出てらっしゃってですね私やっぱラジオが好きなので「こうオールナイトニッポン」とかもちょくちょく まあ、いろいろ聞いてるんですけど、今週は確かゲストがいっぱい来る週で、まあどの番組にもゲストが来てて、で、あのちゃんの「オールナイトニッポンゼロ」には、峰田和信さんが来てて、も本当になんかあのちゃんと峰田さんの、あの、なんでしょう、相性がすごく良くて、すごい、あの、一瞬でラジオ終わっちゃいました。本当に。<laughs> 学校からの帰り道。 行きと帰りで私今通学時間が長いので聞いてるんですけどラジオをもう本当に楽しくて <laughs> もうめっちゃ笑いながら帰りましたね <laughs> もううん良かったあの会はみんなさんもよければ聞いてください私がの まあ、ギンナンボーイズさんとの出会いというかミネタさんとの出会いになるんですけど私多分皆さん結構ギンナンボーイズが好きな方は私の年代が多分一番下くらいで結構上のもうちょっと上の方が多いかなと思うんですけどなので曲から入ったわけではなくてミネタさん俳優業もやられているので。 あの連続朝なん違う間違えた <laughs> 連続テレビ小説朝ドラ NHK の朝ドラのひよっこで峰田さんが出ているのを見てまずあのこんなねあのなんだバンドマンを顔で評価するのが やっぱりよろしくないとか芸人さんの顔ファンがまあちょっとダメだめだだめではないけどどうなんだとかまあちょっと巷で言われている時代で言うのもなんだんですけどやっぱり私はネタさんのファーストコンタクトはネタさんの,あの雰囲気と顔がとすごく好きでネタさんのことを知りました。まああのー そのやっぱりなんか芸人さんとかバンドマンが顔で評価されるっていうのはまあその本人やってる方々からするとやっぱりこの中身を評価してほしいという気持ちもあると思うのでやっぱ私がそんな語るのもおこがましいくらいなんですけどやっぱり。 うん、難しい問題はあるかなと思うんですけどやっぱその出会いっていうのはそこももう大きいかなと思っててうんやっぱ決着がつかない問題ですね私もまあどっちの気持ちもありあるうんなんか難しいですねちょっと話が <laughs> されましたが <laughs> まそこがミネ田さんのファーストコンタクトネ田さんとの ファーストトコンタクトでで今調べたら「ひよっこ」が2017年でまあ連続ドラマ小説は1年で、まあ、2回1年で2回えっと1年度で2回あるのでまあこれは確か後半なのかな で2017年って言ったら私中学何年生かな2年生くらいかなだったとうんあそうだね私朝テレビ見てるのは中学生までだから <laughs> そうだ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 ででも中学生の時に「k i ボ g p r i いてたかな高校生だったかな やっっぱちょっとそこら辺は覚えてないんですけどやっぱりこの宮田さんを知って調べて禁断ボーイズさんにたどり着いたんですけどもうねあの歌詞がすごく私は好きでやっぱ結構なんか過激な歌詞が多いっていうイメージがある方が 多いかなと思うんですけどまあそんな曲もねたくさんあるんですけどやっぱりすごいなんか純粋な気持ちを書いてる曲が多いなと私は思っててうんうんやっぱりなんか私も曲を書く時は,あん、まうん、はあのやっぱり自分の気持ちをまあもうちょっときれいな言葉に 直してみたりとかやるんですけどなんか銀ンボーイズさんの曲を聴いてるとすごいなんかもうストレートに全部思ってることが伝わってきてすごいあの食らうんですねうわっ何だこの曲は <laughs> 私最初に聞いたの多分「ベイビーベイビー」かな。 あの曲もすごくいい曲ですよね。私もすごい大好きなんですけど。やっぱなんか、その心で思ったことをやっぱ包み隠さず歌詞に乗せてっていうのがやっぱ峰田さんのすごいいいところというか私が好きなところでやっぱその人間のまあ 好きっていう気持ちはやっぱり暴走しちゃうとねあの良くない部分もありあるというか、まあ、そういうところもまあ含めて人間だなと思うんですけど私はまあそんな気持ちも含めて書いてある曲が多くて私はなんかそんな何だろう過激な歌詞もある中ですごいなんか。 まあそんな心を持ってるからこそなんか出る歌詞というかなんかすごいこんなこと言ってるけど多分絶対なんか純粋な心で言ったらもうこうなるんだろうなって思ってるんですけどまあ個人的な見解ですがこれは本当にうん本当にいいいい曲ばっかりですね。よく あのなんだ、ギで私が弾き語りする時とかも k ンナンボーイズさんやったりしてあの,あのちゃんのラジオ「オールナイトニッポンチャロ」でも、えっと「ナイトライダー」かな結構私も好きな曲で一緒にあのちゃんと歌っててもう,も,うも,うも,うもうテンションが上がってたしもうあのさっき学校帰りで聞いたって言ったじゃないですか。もう学校 ここから帰ってて着いてもそのまま部屋にあ手はちゃんと洗いました <laughs> そのまま手洗って部屋に帰ってもうギターを持って <laughs> もうめっちゃひきひき語って久しぶりに「ナイトライダー」歌ってもうねああいいなと思う <laughs> もうやばい語彙力がないですね あの浸っておりました、はい、皆さんもよかったら聞いてみてくださいさてそろそろシーパルシープも閉店の時間が近づいてきました皆さんも眠たくなってきましたか本日も「ノンノおしゃべり」に付き合っていただきありがとうございました来週の本日の「のんのおすすめは」は最近行ったライブのお話皆さんも 最近たライブのお話のエピソードをお待ちしておりますメッセージはノンノン IGQ at gmail.com n o n, n, n IG 数字の Q at トマーク gmail.com までお待ちしております来週火曜日の夜10あお昼の12時までに送っていただけると嬉しいですそれでは「銀河鉄道の夜」 とともに皆さんは夢の世界へお連れします。おやすみなさい。